平尾博次は埼玉県浦和市出身の元プロ野球選手、元コーチ、宇藤右内。本名及び2001年までの登録名、コーチ時代の登録名は平尾博次。埼玉県立大宮東高等学校時代は通算68本塁打を放った。1993年春の第65回選抜高等学校野球大会ではトップバッターに起用され、 初戦で、先頭打者本塁打を放ちチームに勢いをつけ、またセンスあふれる走塁で、チームの準優勝に貢献した。同年のドラフトで阪神タイガースから2位指名を受け、入団。超高校級の大型内野手との全評判を引っ下げ、入団時に背番号2を与えられるなど、そのパンチ力や軽快な動きは、非常に期待されていた。1995年、 プロ2年目から1軍出場機会を得て、初本塁打を記録した。1996年、藤田大監督の下で、積極起用されて76試合に出場した。シーズン後半には、ベテランの和田豊を3塁に追いやり、2塁手の座を、星野治と争った。打率、240、本塁打3本、打点10と、準レキュラーとしては悪くない数字を残した。しかし、 1997年に吉田義雄監督が就任すると、ドラフト1位ルーキー今岡誠が優先されて、起用され、平尾の伸び悩みもあって、代打や守備固めでの起用が主となり、成績も下降戦をたどった。1999年に野村和也監督が就任したが、このシーズンは平尾の先発出場は2類種で3試合と、ほとんど1軍出場できずに終わった。 翌2戦連に今岡誠の不調でチャンスをつかみ、開幕3試合目4月2日、対横浜戦からほぼ2類手レギュラーで起用された。ところが8月1日対中日戦を最後に故障離脱してしまい、そのまま復帰できずにシーズンを終了した。出場機会は62試合に増やしたが、打撃成績は打率。238、本類打2本。 打点12と完全なレギュラー獲得はならなかった。元来ヘルニアの持病を持つなど怪我が多かったことから、期待通りの活躍ができなかった。2001年途中、谷中真二との交換トレードで、地元西部ライオンズへ移籍。それと同時に知名度がアップしたが、阪神から西部へのトレードが発表された時、阪神から離れることになったため会見で涙を流していた。 移籍直後の6月20日、対大阪近鉄バファローズ戦で、セカンドで起用された平尾は、ファウルフライを追いかけて、内野とブルペンを隔てるフェンスに激突、右足蹄骨と飛骨を骨折した。その後1年以上をリハビリに費やした。2002年、キャンプイン直前に解明した。シーズン終盤に怪我から復帰すると、打率、277の高成績を記録。 スコット・マクレーンやトム・エヴァンスといった外国人からレギュラーを奪う活躍を見せた。日本シリーズでも3試合にスタメン出場した。2003年は高木博之と二塁手のレギュラーを争い、代打や守備固めもこなした。内野の全ポジションと指名打者で出場し、打順も3.67.89番を打つなど多様な活躍でチームに貢献した。打率285。 自己最多の7本塁打を記録した。2004年、中島博之が遊撃手に定着したため遊撃手での出場はなかったが、三塁手として活躍し、規定打席未満ながら、自身初の3割を記録した。出塁率は4割を超えた。そして、リーグ優勝に貢献した。そして、中日ドラゴンズとの日本シリーズでは、第7戦に平井聖子からソロ本塁打を放ち、 日本一に貢献した。2005年、右肘の故障で18試合の出場に止まり、放った安打はわずか10本に終わった。しかし、シーズン最終試合で、本塁打を記録した。2006年、片岡駅氏が二塁手のレギュラーを獲得したため、出場機会が減ったが、得点圏打率は通常の打率をはるかに超える。290をマークした。 左投手に強く、左投手が先発した時には、江藤沙氏と共に、スタメン出場をするのが恒例となった。プレーオフ第一ステージで、左投手のソフトバンクの和田武氏が先発した時も二人、揃って起用された。毎年のように故障で二軍落ちを経験していたが、このシーズンは年間を通じて一軍登録され、自己最多の出場機会を得た。2007年は、 中村の不審や片岡の怪我で出場機会が増える。ファームでは打率387、長打率も6割を超えるなど力の差を見せつけたが、一軍に呼ばれることはなく、5年ぶりに公式戦の本塁はゼロに終わった。11月23日に行われたファン感謝祭では、6月11日から今日のために準備していました。と非常に興奮した様子で当日にかける思いを、 トロしていた。2008年、中村の大ブレークによりスタメン出場は限られたが、代打や守備要員として一軍に定着した。8月16日には、代打サヨナラ本塁打を記録。得点圏打率も3割を超えた。日本シリーズでは、第5戦にマーク・クルームから本塁打を放つと、第6戦では、チームの全打点を上げる活躍を見せ、第7戦で8回表に、 オッチ大介から決勝のタイムリーヒットを放ち、最終的に本類打2本を含む打率5割を超える活躍を上げるなどチームの4年ぶりの日本一に貢献し、日本シリーズ優秀選手賞を獲得した。この年フリーエージェント資格を獲得したが、行使せず残留することとなった。2009年、主に左投手先発時にスタメン起用されたが、 県営大宮球場での対中日ドラゴンズ戦では、右投げの浅尾拓也から代打本塁打を放つなど、交流戦終了までに、キャリアに異体となるが本塁打を記録するなど好調を維持したが、胃腸炎による体調不良で2軍落ち。昇格後も、内野安打1本しか放つことができず、打率2割という成績不振に陥った。2軍では、まずまずの成績だったものの、 若手を起用するチーム方針からシーズン終了までを二軍で過ごした。2010年シーズンに臨むにおいて平尾自身はここ数年はベテランだからサポートすればいいと思っていてそこに甘えていた部分も多少はあった。でも他球団に目を向けてみれば自分と同じ年齢の選手がレギュラーでバリバリ活躍している。そんな意味では自分ももっとやらなくてはいけないと思っているという胸の 発言をしている。西部遺跡10年目となったシーズンは、安倍正宏の加入もあり、開幕を2軍で迎えた。しかし、5月の楽天戦で復帰してからは、代打で結果を出し、以降は、左投手先発時に一塁主として、スタメン出場することが増えた。ホセ・フェルナンデスの復帰後は、安倍との併用という、限られた、出場機会ながらコンスタントに活躍し、一軍に定着。 和田武氏から逆転タイムリーを放つなど、サウスポーへの強さ、勝負強さも健在であり、最終的には57試合に出場し、打率、330、36アンダ、出塁率、398、得点圏打率、357というキャリアハイとも言える成績を残した。二千十一年、オープン戦での負傷により開幕を二軍で迎えたが、 復帰後は勝負所で代打の切り札として活躍した。しかし、シーズン終盤は再三にわたる故障もあり、最終的には2割台前半の打率に終わり、発熱により、CS に出場することもできなかった。それでもチーム3位体の勝利打点を記録するなど、ベテランならではの勝負強さを発揮した。2012年は、出場機会が激減し、10月1日、 現役引退を表明。10月6日のレギュラーシーズン最終戦で行われた引退セレモニーでは、ライオンズには素晴らしい監督がいます。素晴らしいコーチがいます。素晴らしい球団関係者、素晴らしいスタッフ、素晴らしい選手がいます。そんな素晴らしいチームは強いです。そして素晴らしいライオンズファンの皆さん、これからもライオンズをよろしくお願いします。 と締めくくった。10月30日に同僚の大島博之、安倍正宏と共に任意引退公示された。現役時代2013年からは球団職員となり、地域事業担当として、ライオンズアカデミーの業務をはじめ、地域貢献活動に携わるほか、埼玉県を放送対象地域とするテレビ局やラジオ局でレギュラー番組を持つなど、 様々な形で活動を行った。2019年からは埼玉西武ライオンズの2軍打撃圏内野守備総類コーチに就任。2017年に死去した森真嗣一軍投手コーチの遺族の了承を得て背番号89をつけることとなった。登録名は本名の平尾博士。2020年シーズンは2軍打撃コーチ専任となった。コーチとしての平尾は 指導の熱心さに定評があった。2020年10月16日、西部の選手2名が死没の盗難被害に遭い、うち1名が球団に報告。球団の調査により、平尾による接種であることが判明した。平尾本人も接種を認め、この日以降、自宅禁止処分を受けた。11月1日、契約違反によって10月31日付で、 高知契約を解除されたことが球団より発表された。有敢富士の取材によると摂取した物品はスニーカーで、平尾はそれを自分で履いて球団にやってきていたという。摂取した物品から転売目的ではないことは明白であるが、動機について、フライデーデジタルでは、新型コロナウイルス感染対策で、外出自粛が求められていた中で自粛を徹底するために、 選手の靴を無断で没収したものだったと言及されている。右方向にも本塁打が打てる、長打力を持ち、ベルト付近の高さの玉に強い。性格はとても明るく、西部遺跡後もムードメーカー的な役割を担っている。週1回は欠かさず日焼けサロンに通っていることに加え、長めの茶髪でおちゃらけた姿から、ジャラオの愛称で親しまれた。しかし2011年からは、 トレードマークとなっていた茶色い長髪を反り上げて坊主頭にしている。サッカー好きで本人も野球を始めたのは学校にサッカー部がなかったからと公言している。そのため登場曲にサッカー関係のものを用いることが多い。また、球回切手の浦和レッドダイヤモンズサポーターとしても知られ、前述のフリーエージェント資格取得に関する記者会見の際には、 せっかく取った権利なので、浦和列に移籍することにしましたと発言し、報道陣を笑わせた。また、春季キャンプ中に浦和のトレーニングシャツを着てインタビューを受けたこともある。2011年5月に兵庫県出身で8歳年下の一般女性との結婚を発表。本来は開幕前に発表する予定だったが、同年3月11日に、 東日本大震災が発生した直後から、ユニフォーム姿で、地元、大宮駅での義援金呼びかけを連日行うなど、被災者の支援活動を優先していたために、発表するタイミングを一していたからである。テレビ、編集ラジオ、編集、平尾博士に関するカテゴリー。ありがとうございます。